週末だけで、撮影期間は15日でしたけども、トータル4ヶ月か5ヶ月ぐらいかけて撮ったという次第です。予算削減のために小道具はメルカリで安く買ったりとか、服は私の服使ってもらったりとか、あれこれ工夫をして仕上げるという感じです。いかがでしたでしょうか。よかったかな。ありがとうございます。ありがとうございます。地元の映画祭、兵庫の映画祭ということで、はい、まあ、海外で数々のですね、はい、映画祭で賞をたくさん取られてるじゃないですか。そうですね、はい、ね、はい、地元の映画祭ってのは、まあ、竹本さんにとってどんな感じに映りましたでしょうかね。あ、もうなんか嬉しいですよね。なかなか少ないので、はい、関西の映画祭、特に兵庫県も少ないですよね。そうですね、はい、実は兵庫って日本の映画の発祥の地ですよね。それ宝塚ね、今ね、はい、宝塚映画とかもね、昔ありました。そうなんですよ、はい、で、まあ今ですね、全国に県ですね、47都道府県の中で映画館が10軒以下しかないところがですね、33なんですね。あ、なのに昔丹波市には映画館が10軒あったんですよ。すごいですね。そうなんです。ですからぜひ映画の街として復活させようと、はい、いうことです。じゃあ、そのうち伝説となるんですよ。今のうちですよ、サインもらって。ぜひですね、こういう地元の監督を応援いただく、作り続けていただくということが、やっぱりその、楽しさを伝えていただくですね、皆さんに見ていただく、そういうことができると非常に嬉しいなと思ってます。そうですね。はい。この映画はもう一回見たくなるように工夫して作ってるんですよ。うん、今どういう意味と思う、思わせぶりっていっぱいあったと思うんですよ。そんな方のために DVD がそろそろ発売されます。そこにプロデューサーがありますので、あれにご一報ください。というのと、もちろん Amazon プライムですとか、動画配信もいろんなサイトで、ほとんど Netflix で見れますので、もう一回見ようかなっていう人はポチッとしていただければ、はい、もう一回見たくなるように作りました。はい、ありがとうございます。そして、はい、どうでしょうか。この作品も本当素晴らしいんですけども、次の構成、よく言われてるんですけど、はい、作る予定でして、はい、次は牧師さんが主役で、
本当にいる方をモデルにしているんですけれども、はいはい、牧師さん、ロック活動している方がいらっしゃって、はい、あなんか、ギャップが激しいですよね。うん、いいですね。なんか、その地味な感じの人が、うおーって歌ってるっていう人がいて、その人をモデルに、こう、うまくいかない人生をどう生きるかみたいな、もう死んじゃうと思うんですけども。はい、ぜひですね、はい、そちらの作品もですね、はい、また、国際映画祭の方でですね、そうですね、はい、もしかしたら、2作品同時上映とかですね、ってこともあるかもしれませんので、はい、ぜひぜひ、はい、はい、楽しみにしてください。そうですね、いろいろ違ったら教えていただけたらと思います。カンパの服とか、物とか何でも嬉しいです。よろしくお願いします。はい、すいません。今日はですね、はい、もう、春日の方にもお越しいただいたんですよね。そうですね、はい、先ほどの受賞式。はい、あちこち回っていただきまして、ありがとうございました。はいぜひですね、今後の活躍もですね、期待したいと思っています。はい、はい、どうも。ありがとうございます。竹本監督でした。もう一度拍手をお願いします。